2024年9月10日、海上自衛隊斉藤海上幕僚長が記者会見を開催し、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、加賀をアメリカ東海岸へ派遣する計画を発表したとの情報をキャッチしました。今回は、加賀、ついに F-35B 認証取得を詳しく見ていきますね。すでに、護衛艦加賀は出航していますし、やっぱり、飛行時に、F-35B 戦闘機を数機艦載しているのではないのでしょうか。1ヶ月の訓練を繰り返す認証取得計画、もし飛行時に甲板に F-35B 戦闘機が乗っていたら、中国はパニックだね。2024年9月10日、海上自衛隊の斉藤海上幕僚長は記者会見を行い、今年2024年10月5日から翌11月18日までのおよそ6週間にわたり、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、加賀をアメリカの東海岸方面へ派遣する旨を報告した。アメリカの東海岸とは、もう少し、具体的には、アメリカ本土のカリフォルニア州のサンディエゴの沖合を指しており、この地域で、今後ヘリコプター搭載護衛艦の加賀が艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の運用テストに臨むことを指す。護衛艦加賀は海上自衛隊が2024年時点で保有、運用中の艦艇の中で最大規模を誇るもので、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦として、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場で建造が行われた経緯を持つ。このジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場において、護衛艦加賀は2013年10月に寄港され、2015年8月に進水、2017年3月から収益を果たしたが、収益時には回転翼機のみを運用する仕様であった。一方の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦にしてネームシップである出雲も加賀と同様に、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場で建造が実施された艦艇で、寄港、収益のいずれもおよそ2年ほど早い。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、出雲加賀の両艦とも、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートルの艦体を持ち、冒頭で述べた通り、現時点の海上自衛隊の艦艇の中で最大の大きさを誇る。この大型な艦隊を備えた出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、機関部には小型方式を採用し、IHI 社がライセンス生産を行ったアメリカは、ゼネラルエレクトリック社の LM2500IEC 型ガスタービン機関4機を搭載している。この機関部は最大で、出力11万2000馬力を発揮し、速力30ノット以上となっており、これまでは、回転翼機の SH-60J、軽哨戒ヘリや MCH-101 輸送ヘリなどを最大で14機搭載可能という仕様が公表されていた。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、これらの回転翼機を、最大で5機同時に離発着させることが可能なスポットを、全通式の飛行甲板上に完備しており、これは、毎級にあたるヒューが、型ヘリコプター搭載護衛艦より1箇所増加している。これら回転翼機の最大14機、同時離発着が5機可能というスペックからも、海外の軍事専門誌等では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、収益当初よりヘリ空母という分類願いされていたことが多く、もともと、事実上は、他国からも、そうした認識が主だったと思われる。ただし、収益から、これまで、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦がメインの艦載機としていた回転翼機の SH-60J 軽哨戒ヘリはその主任務を敵潜水艦の哨戒や攻撃に向けていることから、艦艇自体が対潜水艦戦闘に重きを置いていたことは間違いない。その意味においては、敵潜水艦を主たる攻撃対象とするヘリ空母と、今後航空母艦化改修を経て艦載機に固定翼機の F-35 ライトニング B 型の運用を可能な軽空母では、後者は、対艦、対地、対空攻撃も可能な点で大きく異なると言えるだろう。
この出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への F-35 ライトニング B 型を艦載機とするための航空母艦化改修工事であるが、大きく2度に分割して実施される計画となっており、1度目は、出雲が2121年6月、加賀が今年2024年3月に完了している。ただし、1番艦の出雲は、先に1度目の航空母艦化改修を終えてはいるものの、飛行甲板への F-35 ライトニング 2B 型の着陸に対処するための耐熱工事や、発艦誘導装置の追加、誘導灯の設置等の内容のみであった。これに対し、2番艦の加賀は、出雲の後に、1度目の航空母艦化改修を施されたが、最も大掛かりな全通式の飛行甲板の先端部分の拡幅工事を含めて実施されたため、出雲に先んじて、外観が大きく変化している。これは、もともと正面から見た場合、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の全通式の飛行甲板は、先細りの台形状をしていたものを、四角形のスクエアな形状へと拡幅した形で、アメリカ海軍で、同様に、F-35 ライトニング2を運用する強襲揚陸艦に倣ったと言えそうだ。この全通式の飛行甲板の拡幅工事によって、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の離陸時の乱気流の影響を受けにくくし、発艦をより安全に行えるように改められたと目されている。加えて、全通式の飛行甲板の拡幅工事は、飛行甲板上での補火機の駐機スペースを確保することにもつながり、より効率的かつ効果的な各種の艦先の運用が可能となることが期待されている状態であろう。ちなみに、アメリカ海軍のワスプ級、アメリカ級の両強襲揚陸艦は、こうした上面から見た場合に、スクエアな飛行甲板を持つ先達であるが、他国の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇は、異なる形式を採用している。これは、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦の1番艦にして、ネームシップのクイーン・エリザベス、2番艦のプリンス・オブ・ウェールズ、そして、イタリア海軍の軽空母カブールが該当する。これらイギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦2隻とイタリア海軍の軽空母カブールは F-35 ライトニング 2B 型の発艦のためにスキージャンプ方式を採用しており、同機の離陸時の能力を最大限に高めることを目的としている。このスキージャンプ方式を用いてクイーン・エリザベス級航空母艦や軽空母カブールは F-35 ライトニング 2B 型を発艦させることで、同機の燃料や兵装の搭載量を高められる利点があり、航空母艦としては必然の多様とも言えよう。そもそも F-35 ライトニング 2B 型はその最大の特徴である短距離離陸、垂直着陸を可能とするため、操縦席の後部に巨大なリフトファンを内蔵している関係上、陸上滑走路仕様の A 型やカタパルト搭載の航空母艦仕様の C 型に比べ、元々の燃料や兵装の搭載量が劣る。したがって、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての能力を最大限に発揮させることを優先するのであれば、母艦にスキージャンプ方式を採用することは当然の成り行きではあると思われるが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の運用目的は少し異なる。それは、航空母艦化の改修工事が完了した後も、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、艦載機として、F-35 ライトニング 2B 型を常時運用するわけではなく、必要に応じての対応とされている点で、これは、既存の回転翼機の SH-60J、軽哨戒ヘリの運用も継続することを前提としている。現在の日本における最大の仮想敵国であり脅威である中国に対して、その戦略型原子力潜水艦を警戒せざるを得ない海上自衛隊では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦による対潜哨戒能力も損なうわけにはいかないのだろう。こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の用途を考慮した場合、同艦は対潜用の OQQ-23 ソーナーを艦首部に装備しているため、仮に飛行甲板上にスキージャンプ方式を追加するとなると、艦のバランスを保つことが困難との物理的な理由も指摘されている。いずれにせよ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は着々と F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするべく準備が進められているわけだが、
今回のアメリカへの東海岸方面への加賀の派遣の発表によって、個人的には安堵した。その理由は、加賀が、この2024年8月28日夕刻に、接近した台風10号を避けるべく母港である広島県の呉基地を出港した際に、艦内で火災が発生し、報道によれば、軽微なものとされていたが、これが事実であると確認できたと思えるためだ。この派遣は、10月5日から11月18日までの約6週間にわたって行われ、F-35 ライトニング II B 型の運用テストを目的としています。これにより、加賀は、日本海上自衛隊が保有する最大級の艦艇としての役割を担うとともに、F-35 の運用能力を試す重要な機会となります。この派遣は、日本の防衛技術の進化と、海上自衛隊の戦力の向上を示すものであり、同盟国との協力の進化を図る一環でもあります。今回の派遣は、国際的な安全保障環境における日本の存在感を示すとともに、将来の防衛戦略における新たな展開への布石と見ることができます。